アンガルスクの位置、アンガルスクは、ロシアのシベリア南東部にある都市である。行政的には、イルクーツク州に属する。人口は、約25万人。シベリア鉄道が通る。首都モスクワから東へ 5150km、州都のイルクーツクからは北西へ 40km に、ある。また、町の名前の由来にもなっているアンガラ川が流れている。 第二次世界大戦の1948年にドイツ軍捕虜によって工業都市として建設が行われた。1951年に市に昇格した。近郊には大規模な油田があり、石油化学コンビナートが建設されている。また、原子力発電所も創業している。核燃料サイクルや核燃料の備蓄を行う国際ウラン濃縮センターも2007年に稼働を。 開始した。現在、このアンガルスクからバイカルこの北側を経由して、日本海沿岸のナホトカに至る全長約4 0 0 0トルのシベリアを断イプライン計画が検討されている。このルートを使って、東シベリアからの原油輸入を目指す日本はロシアに対して早期整備を求め、両国間では最大規模の経済協力となっているが、中国は 国流交渉の体系史までのルート建設を求め、三国間での外交交渉が続いている。シベリア鉄道のアンガルスク駅。ありがとうございます。